本日はですね、ラットバンスのマックスさん、そしてリュウさんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずこの方々がどういった方なのかというのをケリーズファイル、はい、お願いします。今日も届いております。はい、ケリーズファイルでございます。ラッドバンスです。関西初パフォーマーとしてクラブメンズダンサーのトップを走り続け、うん、アンモナを中心に日本中のクラブやフェスでパフォーマンスをしていると、はい、そしてモナキング、皆さんご存知ですよね。モナキングはお世話になっております、はい、モナキングと共に3曲リリースし、うん、2タイトル連続1位を獲得してるんです。すごい発表したからね、はい。そしてリーダーのマックス、はい、LINE ライブ、そして17ライブで、各イベント1位を獲得、うん、そして TikTok、うん、今流行りでございますけども、 TikTok では55万600いいねを獲得し、すげえ、ね、SNS でも人気を博した。なるほどね。トレンドをちゃんと抑えて。そうですね。そういったメンズダンサーっていうことなんですよね。そうですね。一度だって僕らでもあのミュージックサーカスの時に雨のミュージックサーカス、雨の、はい、雨降ってただけや。しっかり言う。雨のミュージックサーカスっていうタイトル違うから。いやの時にね、一度我々でね、はい、一緒に舞台上でやらせていただきましたけども、うん、パッと見たらこんな感じやからめちゃめちゃ怖そうな人なんかなと思って。そうそうそう。めちゃくちゃ優しくて。優しいし謙虚やし、はい、今ちょっと緊張してるんですよ。ちょっと緊張してます、はい、ねえ、こんなこんな格好して緊張してんの嘘しかないやん。怖いだろ、していきます。そうやね、本当すごいですよ。もう、うん、いや、クラブでご一緒させていただいた時とかも、うん、女の子たちがボワってこうブースの前に集まって、もうラットバンスさんのファンもついて、キャーってなってます。それはやっぱ実感はありますか。そうそう。あちょっとやもうめちゃくちゃあります。ちょっとやめちゃう。やめちゃう。これは俺の喧嘩やめます。仲良せよでも。仲良かし。まじか。そのへんはね。日本で見ても珍しいもんね、メンズダンサーが。クラブにちゃんと。ね、はい、見てっていうのはね。そうか、女性やったらセクシーな感じで一緒にフロアを盛り上げるやけど、パワフルに合わせてそのフロア自体が。大太郎さん的にはどうですか。いや、ほんまにワイルドになっていいと思いますけどね。イベント本当にあの女性と男性交互に出て、うん、アモライター出てくれるんですけど、うんうん、まああの雰囲気がガラッと変わるよね。うん、よりパワフルになるし、ちょっとまあオラオラ感も良くも悪くもいい感じでなったりするんで、自然とその空気に合わせてかける曲もちょっとパワフルめになったりしていく。そうですね。だから本当にまあ DJ サイドから見ても助けられてる部分はたくさんありますよね。あ、ちょっと勘違いしますけどね、女の子が前に来るからね。まあでも実際フロアで見に来てくれたらパワフルさ伝わると思いますから、この後もねちょっといろいろ教えてもらうと思うんですけども、うん、そしてなんとね、これをまず言うときなんですよ。ラットバーンさん、今回のバキバキビートのイメージ曲にもなっているストップにも名前をつなげていますよね。はい、そうなんですよね。これがまたすごいんですよね、この曲が。そうですね、もうストップなんで、うん、フロアは全部ストップ一旦させようかっていう感じの勢いでやってますね。振り付けもどうでしたか。iTunes ストアの方では初登場で iTunes ストアでダンスミュージックチャートで、はい、なんと1位で、これすごい、すごい、ありがたいです。我々バキバキビートもちょっと一緒にコラボさせていただいているという曲でございますから、はい、いいですか、ちょっとあの僕のちょっとダンス教えてほしいんですけど。あ、もちろんです、はい、いいですか。はい、はい、ほんまですか。ありがとうございます。あかんとは言わないやつか。この状況で持ちスポーツに入られるめちゃくちゃ呼んでる。でもあ、いいですよね。もう踊ってみたいですわ、教えてくださいよみたいな感じでいいやんか。うん、なんでしっかりと急にスイギア上げて教えてくださいって言うか違うかな。流行ってないよ。いいですか、教えてもらって。ちょっとラットバーンさんのダンスなんかもちょっとレクチャーしていただきたいなと思うんですけども、はい、すごいからね。いいですか。すごい難しいから。マジで。じゃあちょっと吉高ちょっと教えてもらえないか。いや、教えてほしいです。やろうじゃあ。ありがとうございます。じゃあ、あの皆さんも見て覚えるんであれば、はい、あのやっていただきたいと思います。さあ、いいですか。じゃあちょっと教えてもらっても。はい、お願いします。
指をまず2本にして、2本で次親指を3本で、これの繰り返しなんですけど、そんな細かいの3本で、ほんまに脳トレですね。はい、脳トレを交えてみんなダンスできるっていう、これ腕立てだけじゃなくて左手もあるんですよ、これ実は。こんな細かい動きするの、これだからリズムついてきて早だったら難しいんちゃう。足切り替わるときに足もピッて同時進行、はい、同時進行です。なるほど。ストップなんです、サビの前に。そうやな、ストップってなるんですけど、あるよ。そこ今海外でも流行ってるダンスのポーズもあって、こういってストップって、これかっこいい。いや、すごい強いな。ここも
にあの今日からラッドバンスとしてでリーダーとして完璧に折れたと思います。セクシャー。